ナンバーアンダーラインアイ有明公演でポ、感動と涙の最終公演を徹底解説。70代 i l イ s も参戦。ナンバーアンダーラインアイ有明公演で見せた世代を超えた絆。有明の夜、星空の下で行われたナンバーアイの最終公演は、多くのファンにとって生涯忘れられない特別な瞬間となりました。その日、会場には涙と笑顔が広がり、 ステージ上のパフォーマンスがまるで魔法のように観客の心を捉えました。特に、ナンバーアイのファン、通称、i l i ズと呼ばれるファンたちが一体となり、その熱気が有明の空まで届くかのように感じられた瞬間は、他に類を見ないものです。公演が始まった瞬間から終わりまで、観客は舞台の演出に引き込まれ、メンバーとの距離が消え、 まるで同じ空間で心を共有しているような感覚が会場全体を包み込みました。特に感動的だったのは、ナンバーアイのメンバーたちがファンと真摯に向き合い、彼らとの絆を深く感じさせるパフォーマンスでした。メンバー同士の息の合ったやり取り、そして観客との温かい交流は、このライブを単なる音楽イベントの枠を超えた、感動と絆の象徴へと昇華させました。ステージ上では、 将軍が小さな子供に語りかけるシーンがあり、多くの観客がその優しさに涙を流しました。彼がステージから降り、ファンと直接触れ合う姿は、その人間性の豊かさを示すと同時に、ファンとのつながりがどれほど深いものかを実感させるものでした。また、この公演には70代のシニアアイルアイズも多数参加しており、彼らも若い世代のファンと一緒にこの特別な夜を楽しんでいました。 音楽は世代を超えて人々をつなげる力があることを、このライブは改めて証明しました。ある70代のファンは、ライブに行くことを楽しみにしており、人生最後まで応援していきたいと語りました。初めてコンサートに参加したシニアファンも多く、その期待と興奮は若いファンたちにも伝わり、会場は一層盛り上がりました。彼らが年齢に関係なく、同じ空間で音楽を楽しみ、 感動を分かち合う姿は、まさに音楽が持つ力強さを象徴するものでした。ステージ上では、メンバーが披露するパフォーマンスに加え、新曲も多数披露され、その中でも特に注目を集めたのは、b e o n Your Side の演奏でした。この曲は、災害に直面した人々や困難に立ち向かう人々への応援歌として広く知られており、ナンバーアイのメンバーが作詞に関わったことで、 そのメッセージ性は一層強くなっています。この曲は、ファンに希望と勇気を与え、多くの人々の心に響きました。公演の最後に披露されたこの曲は、会場全体が一体となって歌い、感動的なフィナーレを迎えました。この公演のもう一つのハイライトは、ライブ中に行われた重大発表です。ナンバーアイの新しいフルアルバムがリリースされることが明かされ、 リード曲が神宮寺ジ君によってプロデュースされたことが発表されました。この知らせにファンは歓声を上げ、期待感がさらに高まりました。また、ライブ中に翔く君が歌詞を間違える場面がありましたが、その際に岸くんが、伝わってますよ、と優しくフォローした場面では、メンバー同士の深い信頼関係と絆を感じさせ、会場全体が温かい雰囲気に包まれました。ナンバーアイの公演は、 単なる音楽イベントではありません。それは、ファンとアーティストが共に感動を分かち合い、特別な瞬間を共有する場であり、この有明の公演も例外ではありませんでした。ステージ上のメンバーが一つ一つのパフォーマンスに心を込め、ファンに対する感謝の気持ちを込めて歌い、踊る姿は、まるで家族が一緒に過ごしているような温かさを感じさせました。このような瞬間が、ファンの心に深く刻まれ、 ナンバーアイへのの愛情がさらに強まっていくのですこのようなファンとの深い絆は、ライブの中で繰り広げられた小さな瞬間にも現れていました。翔くんが子供に語りかける姿や、岸くんが翔くんを優しくフォローするシーンは、メンバーの人間味あふれる一面を感じさせ、ファンとの距離感を一層縮めました。ナンバーアイのメンバーたちは、ただパフォーマーとしての役割を果たすだけでなく、 ファン一人一人との絆を大切にしていることが感じられ、これが多くの人々を引きつける魅力の一つとなっているのでしょう。このライブの中で特に印象的だったのは、再び披露された、b e ン o n d Your Side のダブルアンコールです。災害に苦しむ人々への支援の意を込めたこの曲は、ファンにとっても特別な意味を持っており、再び歌われることで会場全体が感動の渦に包まれました。多くのファンがこの曲に心を打たれ、 共に歌う姿は、まさにナンバーアイの音楽が持つ力を象徴するものでした。このような瞬間が、音楽が単なる娯楽以上のものであり、人々をつなぎ、希望を与える力があることを示しています。ナンバーアイの音楽は、その力強いメッセージと美しいメロディーで、多くの人々に勇気と希望を与えてきました。特に、b e o n Your Side のような楽曲は、困難に直面している人々を励まし、 支ええ合うことの重要性を伝えています彼らの音楽が持つこのような力は、これからも多くの人々に響き続けるでしょう。また、ライブに参加できなかったファンたちも、インターネットを通じてライブの様子を共有し、感動を分かち合いました。彼らはライブ映像を見ながら、まるで自分もその場にいるかのような気持ちになり、ナンバーアイの音楽とメッセージを楽しんでいました。オンライン上での共有は、 物理的な距離を超えてファン同士がつながる手段となり、このライブが持つ影響力をさらに広げました。ライブの終盤に行われた重大発表は、ファンの間でさらに期待を高めました。神宮寺くんがプロデュースする新曲は、これまでとはまた異なる一面をファンに見せてくれることが予想され、そのリリースが待ち遠しいという声が広がっています。ナンバーア i の音楽がこれからどのように進化していくのか。 多くのファンが胸を膨らまませていますこのライブは、ナンバーアイがこれまで築き上げてきたファンとの絆、そして彼らの音楽が持つ力を再確認する機会となりました。音楽は時に人々の心を癒し、困難な状況に立ち向かう勇気を与えるものです。ナンバーアイの音楽は、これからも多くの人々の心に響き続け、彼らの人生に彩りを与え続けることでしょう。 ファンたちがこれからも彼らを応援し続けることは間違いありません。さらに、今回のライブは単なる公演ではなく、ファンとメンバーが共に感動を分かち合う瞬間となりました。メンバー一人一人が、ファンへの感謝の気持ちを込めてパフォーマンスを行い、その姿勢がファンにも伝わり、会場全体が一体となる瞬間が何度もありました。このようなライブができるのは、 ナンバアイのメンバーたちがファンとの絆を何よりも大切にしているからこそでしょう。最終的に、この有明でのライブは、ナンバーアイにとってもファンにとっても特別な夜となりました。ファンはメンバーたちのパフォーマンスに感動し、メンバーたちはファンからの温かい応援に心から感謝の気持ちを伝えました。このような瞬間が、音楽が持つ力を改めて感じさせ、これからもファンとアーティストが共に歩んでいく未来を予感させました。